山寺です、今日はですね、阪急の淡路駅に来てます。淡路駅の、西改札口から出てね、淡路本通り商店街ね、歩いて2本目の筋ですかね、入ったところにこの玉井っていうね、立ち飲みどころ玉井っていうね、すごいいいお店があるんですよ。今日はね、こちらで飲みたいんですけど、なんとここに喜泉寿ね、これ黒松喜泉寿ね、ちょっと飲めるみたいな感じになってるんで、今から入ってみたいと思います。はい、今ですね、玉井酒店さんに入りました。撮影許可 OK です。まずはですね、生ビールで乾杯したいと思います。生ビールで乾杯。うまい、美味しい。なんか立ち飲みなんですけど、めちゃくちゃ雰囲気がいいんですよ。ね、カウンターはね、どういうんじゃないですかね、厨房囲う L 字カウンターでね、奥にちょっとね、テーブルがあるんです。立ち飲みのテーブル席がね、ここが多分6人ぐらいね、立って飲めることができると思うんですよね。まあ、いろいろ食べて飲みたいと思います。今からですね。500円、安い。ちょっとその前に、ね、皮ときゅうりのこの酢の物いただきますわ。ね、ハモ皮かな。いただきます。おいしい。すごいね、あの酢が効いてるけどさっぱりして美味しいわ。こちらですね、タイのね、アラの煮付けですわ。タイアラ煮付けです。ほら、すっごいうまそうな感じのね、タイのアラですよ。うわ、ちょっといただきます。いただきますよ。美味しいですね。あ、めちゃくちゃ美味しいタイです。いいタイですね。これ500円、これ500円ってすごい。元は大きいですよ。ねこの顔だとね、大きいですわ。かなり、ほんで美味しいんですよ。カブトニとタイの作りと、うますぎます。これ、これこの立ち飲みでこんなに出すんです。出すね、すごい。ちょっと、いいんやろか。これはほんまにうますぎますわ。身がふわっとしてね、すっごい美味しい。これほんまにいいんかな、500円でこれええんかなと思いますね。これすごいうまいわ。こちらはですね、刺身の三種盛りですわ。タイとカンパチとマグロかな。すごく新鮮で美味しそうな感じになっておりますよ。マグロをいただきたいと思いますわ。マグロ、ちょっとわさびもね、ちょっと軽く乗せておきましょうかね。前世紀よりメニューちょっと少なめですよ。欲しいな。ここだな、あのわがままでいけずやろ。いけずちゃう、愛してるって。こんなダイヤのやつ言うときよ。
それを もうほとんど対応してる、ね、すごい脂が乗って、おいしいマグロですわ、これも、うん、口の中でも甘みがねすごく出てくるんです、このマグロの甘みが、うまいわ。あーうまい。はい、こちらフグの唐揚げ来ました。これね、あのやっぱ日本酒ですね、紀仙寺とちょっと合わせたいと思いますわ。フグの唐揚げですわ。これとね日本酒ですわ。紀仙寺冷やおろし120ミリ飲みますよ。美味しい。紀仙寺。合いますね、これめちゃくちゃ合いますわ、うん、このフグの唐揚げの油と紀仙寺、うまい。すっごくねサクサクに揚がった厚揚げですわ。これかなりね美味しいやつですよ。ちょっと醤油をねかけてねいただきたいと思うんですけども、どれぐらいサクサクしてるのか、ね、楽しみです。あんまりかけすぎてもあかんので、さっとこうかけて、これちょっとねいただいてみますわ。すっごいほんまに、なにこれ、ちょっと、あうわこれ何、こんなあの厚揚げザクッと言いましたよ今、ザクって、これちょっとどんな風になってるんですかね、これすごい揚げ方が、うわちょっといただいてみます。いきますよ。熱っ。でもこのサクサク感わかるでしょ。もうほんまにまるでね鶏の唐揚げの、あの表面がサクッとした感じぐらいに揚がってますわ、うん、で中はねすごい柔らかい、なんかクリームコロッケみたいな感じの、なんかこう外がパリッとしてるからそういう感じるんでしょうけど、すごい美味しいわ。これちょっと皆さん食べた方がいいんちゃいます。でこの油をまた紀仙寺で流すんですけどね、あうまい。これねちょっとね豪快にねかぶりつきますわ。これすごい美味しい。なんかね、あのなんていうの、とんかつ感覚でかぶりついたら多分ねいいと思うんですよ。断面もねすごく、ほらお豆腐でしょ、まあもちろん厚揚げなんでね、これはねお酒に合うんですよね。これいきますよ、もうガブッといきますわ。うん、うまい。若いの好きやもんな。ほんまにね、もうとんかつみたいな感覚ですよ。うまい。このサクサクした感じがやばいですね。こちらゲソの玉ねぎポン酢です。これ阪急線の淡路とこうねずっとあの線をいただきますよ。うん、ポン酢のもう酸味がすごく美味しい、あのよくて、うん、ねゲソやけど味がある、噛み締めるたびにええ味が出てきて美味しい、うん。3杯目はですね、薩摩の一滴というね芋焼酎ですわ。これをいただきたいと思います、水割りでいただきます。あー美味しいな、これ焼酎もこれね芋のね結構パンチが効いてて美味しい。俺が買おうとしてるグラス、こちらですね唐揚げ、甘いからうまいですよ、ちょっとうまそう。家で作るときは、いい感じ、いただきますよ。片栗粉に安心せず、あの片栗粉でこう揉み込んでからまた寝かしてから、この音わかります、米粉2のコンスターチ1ぐらいで、うん、ね、2のある、うん、息子がどんだけ食べてくれるかいうことに、カリッと揚がってて全然いいですよ、ジューシー、しっかりね醤油ベースの味がついてて、これ何もかけなくてこのまま食べたらいいです。まあ、ほら肉汁がね出てきました。ほら。ええのはだから酒とみりんが紹興酒で二つで一つやね。
手順、今これやめて、奥さんが三杯目。ああ、落ち返ったな。落ち返ったな。だから、どうも大丈夫かなって大将みたいなこうで。フィッシュカツですわ。これね、2人前注文したんですけど、これ見てください。ここのね、このね、カレーのね、味がする、これね、魚の練り天ですわ。練り天のカツ。いただきます。フィッシュカツ、これね、徳島名物です。以前ね、松屋酒店さんで食べたんですけど、ここにもあったんですよ。ちょっといただきますわ。これ、ほんまに、駄菓子屋さんの、リアルですわ。あの駄菓子屋さんのビッグカツあるでしょ。あれはなんかタラですね。中タラ。これは魚のすり身をカレー味にしてるから、ほんまにリアル版ビッグカツ。うん。なんかこれ食べるとあの時子供の頃食べた懐かしさが襲ってくるんですよ。うん。でビッグカツね、結構僕がね小学校ぐらいからあったんですよ。これ中がタラで。で、ある時ね、個包装になってんけど、前はね、昔僕の覚えてるとこでは、こんなプラスチックのね、入れ物にね、入っとったんですよ。そっからおばちゃん、1個ちょうだいとか言って、なんか10円か20円でこう、買ったカレー味のビッグカツですわ。で、それが知らん間になんか個包装になってるんですよ。個包装になって、で前は大きかったけど、だんだんね、年数経つにつれて小さなってきてるような気がするんですけどね。30円。値段は変わってないけどね、30円。昔はね、確か10円か20円、20円やったかな。なんかちょっとソースがこうピッとこう一筋ソースがついてるんです。なんか知らんけど、これはねソースなしでいける、美味しい。うん。ほんでこの焼酎ね、薩摩の一滴合います。芋焼酎と合いますわ。でもこれは徳島の食べ物ですよ。これは鹿児島ですけどね、でも合いますよ。うん、美味しいです。本当に皆さん一回食べてほしいな、リアルビッグカツ。うん、こちらですね、芋サラダ。ビームを出るのがどこなんや。芋サラダ。じゃビームはね、自然なんですよ。ナチュラルですよ。パスワード。懐かしい味でしょ。ね。子供の頃。やっぱ子供の頃っていう感じですよね。このビッグカツ食べると、これほんまにこれ。すごいリアルビッグカツですよ。マジで。食べた時にすごい懐かしさを感じるんですよ。うん。そのあれは分からん。揚げてた時しか分からん。うん、あ、今ね、うん、口の中にポテトサラダ、芋サラダが残ってる間にこれを食べるとまたさらに美味しいですわ。組み合わせいいかも。本当に。なんか、今度ね、ポテトサラダと一緒に食べると洋食屋さんで食べた味になる。うん。ここどこですか？店長はどこしかないです。うん。ナスビのね、煮たやつ。うまそうやね、これ。うん、タイムのコンデンツかけて、最初やっと来てくれたなって。いや、俺ほんま来たってね、俺来んやったら、俺ほんまちょっと寂しかった。前回。めちゃめちゃ美味しい、このナスビ。泣かへんね、今日は。だしだよ、聞いてね。30分前か、俺。見た目ね、濃い味付けかなと思ったら、濃くなくてね。それはもう分かってくれた。すっごい美味しいわ。これ一回油で揚げてるんやろうな。なるほど、分かる。俺の気持ちがあんねん、この大将。もう、うん、お前がちょっと尊敬してんねん。山寺めっちゃうまい。いやもうちょっと引かれた。いやさすがに思い出ちゃいますからね。さらにこのビッグカツ。うるさいよ。よう言うや。はい言うた。そんな感じ。うん、玉井さん最高です。皆さん来てみてください。はい、今ですね、玉井さんで飲んできましたけど、ここはね、料理も美味しい、すごい美味しい、お酒も美味しかったですわ。
いやもうここはね癖になるね。料理もね次々のいい美味しいものがねあってやっぱりねビッグカツも美味しかったし、タイのあらたきねあれ500円やばいですね。あとお刺身も美味しかったです。ということでいつも山田が YouTube を見ていただいているリスナーの方々本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録のもお願いいたします。もう酔っ払ってますからねカメラ揺れてると思います。イエス。Thank you.